縄商工会青年部の上間佐藤さんに、はい、イベントを告知していただきました、はいはい、ありがとうございました、はい、お待ちしております。ありがとうございました。はい、失礼します。では一曲お届けしましょう。ブエナビスタソシアルクラブの曲です。の曲です。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ汗かく。暑いっすね。はい、喋ってると汗かく。よかったらぜひぜひこのサウナに来て。はい、行きます。行きます、僕の。あ、超嬉しいです。やったなかなかね、まあ行き始めると結構皆さん回数来るんですけどね、離れるとまたしばらく。でもたまに行きたくなりますよね。12時までやってるのがいいですか。なんて言ったらいいですかね、アロマさんとか割とこう豪華な感じじゃないですか。まあ観光客も多い、庶民的な感じなの、気軽に。リラクゼーションのレベルはかなり高い。こういうただいま。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ぜひ、ご予約。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ご褒美だ、本当に。ご褒美ですよ。やりましたね。生で聞く、見るっていうだけでもね、価値ありますよね。そうですね。まあ、やっぱでも、ちょっとまあ政治家的なところあるじゃないですか。難しいですよね。いやこちらの、この話の持ってき方が。ああ、はい、はい。ああ、ね。あまりに絶賛すると、あれだし。そうですね。うん、中立な感じでね。ね、はい、そうなんだ、難しい。メールはね、開いてるんですよ。ただいてます、コンビーフさんと。
電気入れます。サザンブリーズをお送りしております、はい、トロピカルビーチからです。トロピカルビーチね、さ5時30分で今日は遊泳終了ですね、うん、おお、なるほど、はい、皆さん引き上げましたか ね今引き上げてるところかな。そうですね、ちょっとですね、はい、でもバーベキューはまだね9時までいてもいいということなので、お、はい、まだまだ楽しめますよ。いいですね、夕日を見ながら ね見れますね、はい、海の中に入ることはできないんですけれどもね、陸で十分楽しめますよね、うん、はい、サンセットもいいですね。いやいいですね。また今日もなんかちょっと雲がそんなにないからしっかりこう見えますね、夕日も。いい天気ですね、うん、はい、ということで今日のお天気この後はお知らせします、はい、今日は晴れ時々曇りです。北の風晴れ、夜は曇り、波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。雨の降る確率この後 10% です。はい、明日は晴れ時々曇りの予想です。朝の最低気温は27度、日中は30度の予想です。はい、そして、はい、沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、にわか雨のところがあります、沿岸の海域では明日昼前から波が高くなる見込みです。ご注意ください。ね、以上お天気情報でした。続いて道路交通情報です、はい、まずは沖縄自動車道、現在全線でスムーズに流れています。そして、ね、工事による規制の区間がありますので、前方に注意して走行してください、はい、では続いて一般道です。はい、どうぞ。宜野湾市前原と大蛇の間、これ動いてるんですかね。いやー、すごいなこれはずっと渋滞して、長い渋滞になっております。真っ赤っかです。はい、大変だこりゃ、両方向で渋滞しています。浦添市公営交差点付近渋滞しています。その他は58号線茶壇交差点付近北向き渋滞しています、はい、そのぐらいですね、この付近は。そうですね、はい、はい、この道避けたいですけど、うん、避けられないんですよね。まあね、もう避けるって言ったら相当回らないと、ね、ちょっと遠回りになりますもんね仕方ないからみんな通るんですよ。ここはすごいな、今日はまた、うん、皆さんね、ちょっとイライラしないように、ここ通る方はね、余裕を持って行かれてください、はい、ご注意ください。はい、ではちょっと一旦 CM 行きたいと思います、はい、今日はテーマご褒美です。今日はね、あのもらえるわけではないんですけど、何が欲しいかとかぜひ送ってください要望だけでも、はい、
サンブリーズをお送りしております。はい、今マイク持たずに喋ろうとしてあ、そうなんですか。ね、怖っ。びっくりしました。ドキドキしますね。はい、はい、今日はね、トロピカルビーチからお送りしています。本当に日が傾いて、ね、また綺麗ですね。やっぱりでも10月になるとちょっともうやっぱ日が落ちるのが早いですね。ちょっと暗くなってきましたね。そういうところから、あ、もう10月なんだなと思いますね。うん、それ以外はもう全然8月と全然同じですけど、夏な感じですけども。はい、今日はご褒美というテーマでお送りしております。はい、でメールいただいてます。ありがとうございます。はい、沖縄コーンビーフセンターさんです。お二人様こんにちは。こんにちは。40歳前の私にご褒美の話をしても何もありませんと悟った言葉を残したいが、まともなことを私が投稿するとものすごく硬い豆腐の角に頭をぶつけたのかとパーソナリティ様に心配をかけてしまうので本音を語りましょう。いや、そんな深読みしなくても、あの、普通に怒ってる。いいっすよ、いいっすよ。大丈夫っすよ、真面目なことで。はい、はい、美味しいものを食べたいと話し相手が欲しいくらいですかね。とご褒美で欲しいのは美味しいもの食べたいと。美味しいもの食べたいですね。なあ、いいな。ご褒美はもう何がいい。何がいい。ご褒美といえば何がいい。ケーキ。あ、そっちなんですね。あ、でも肉。やっぱ肉。あ、やっぱそうですね。肉ね、肉ね。僕も肉です。うんうん、完全に 肉派です。ね、これもう一つの方がちょっとなんか話す相手が欲しい。話し相手ご褒美に。あ、それご褒美かな。ちょっとだけちょっとだけってこと。頑張ったら話し相手が欲しい。まあでもな、まあ、欲しいものというか、ね、あの、ちょっとお話しする人が欲しいなってこと。ご褒美とかじゃなくて普段からじゃない。まあまあ普段から、まあ、普段からね。特別な時だけ欲しいってわけじゃなくないですかね。まあまあ、いやでも欲しいでしょうよ、そら。欲しい欲しい。それは話し相手は欲しい。欲しいですね。私もいないですね。そんなことないでしょ。よく言いますわ。はい、シュプリームさんからもいただいてます。まず、久しぶりに女スパイユキさん登場って。眩しいんです。確か久しぶりですね。サングラスしてるんで、そのように見えると思います、ね。はい。そしてテーマはご褒美。頑張ることが嫌いな自分はご褒美をもらえそうにないですが、強いて言うなら美味しい餃子と美味しい白米を死ぬほど食べたいな。あ、いいな。餃子お腹減ったもん。こんな時間にそんな話したらもうこれ聞いてる人みんな餃子か、餃子食べるよ今。あ、餃子いいな。いいな、美味しい餃子ね。からふく食べたいな。いいですね、美味しい餃子いいですね。餃子はいいですね。餃子はね、もうあのパーティーやったことあります。あ、餃子パーティー。もう一から作るんです、粉から。はい、こねて。粉から。粉から。 あの皮は皮で買ってくるわけじゃなくて、じゃないじゃない、皮も作る。はあ、それはすごい。それがまた楽しい、喋りながらね、はいはいはい、こねたりとかね、うんうんうん、ちぎったりとかしてね。すごい、皮から作る。お腹減った、もうひたすらお腹減った。というわけでここで一つお知らせですね。はい、トロパ2017が開催されます。トロパ、トロパ、トロパとはトロピカルビーチで行われるビーチパーティーですね。お、略してトロパ、トロピカルビーチピクニックパーティー。トロパ、トロパ、おー、あ、ビーチパーティー、ピクニックパーティーです。はい、はい、夏の終わりのビーチパーティー、美味しい楽しい2日間、10月14日土曜日と15日日曜日に、来週ですね。はい、こちらトロピカルビーチでお昼から夜9時まで開催されます。うん、あ、何が美味しいのかなって見たらね、相当美味しそうなハンバーガーとかの写真が載ってます。ええそんなのがあるんですか。これは美味しそう。これはなんかいろんなお店が出るみたいですね。お店でね。でからあの、ね、メイン MC は知念田慎一郎さん。うん、日替わりなのですね。そうですね、まあ、メインが、あ、で2日目はエリナさんと前田のマーシアさんです。わあ、どっちも楽しそうですね。はい、ね、出演アーティストはね、沢田恵美さん、南部マンゴーパーティーズ、カチンバクワトロ、そして15日の方はトレモノ、ブンバ、ザ・マンレイ、南国サロン、はい、たくさんの方々が、はい、出られます。ちょっと盛り上がりそうですね。ぜひ遊びに来てください。はい、さあ、そして、僕の方こちらもですね、お知らせ、はい、同じくトロピカルビーチのイベントでございます。
海と日本プロジェクト家族対抗裸足運動会 in 宜野湾とビーチで育む家族愛と書いております。はい、こちらですね、家族対抗の裸足運動会をトロピカルビーチで行うということなんですけど、この裸足運動会というのは地元のビーチで裸足になって汗をかき家族愛を深めるために行う家族のためのプログラムですとになっております。もうなんか聞いただけでめっちゃ体力使いそう。いやこれは疲れそうだな。だって砂浜走ったりするんですか。いやだから内容がね、プログラムが、大人も子供も真剣勝負家族対抗ビーチフラックス大会とか、うん、フラッグフラビーチフラッグスフラッグスって何、知らないですか。ビーチフラッグスあだから砂浜にね、うん、こう寝そべって、うん、ピーって音が鳴ったら、うん、振り返って走って旗を立ててるんですよ。それをどっちが先に取るかみたいな。面白そう。勝負なんですよね。はい、そして、愛の重さはどれくらい？パパとママのおんぶと競争。うわ大変だ。だから後ろにこう、子供たちをおんぶして走るんですね。すごい。はい、そしてもう一つがこれで君もライフセーバーボールレスキューゲームとね。おなんかそういうちょっと見つかったアトラクションとかもあって、あ面白そう。いいですね、海ならではです ね競技が ね。でこれしかもどれの競技も全部ですかね、これは上位入賞で豪華商品をゲットと。はいはいはい、そういうのもあるんですね。商品もらえる、うん、にもかかわらずですよ、これ参加費無料です。あそうなんだ。無料で募集定員が50家族となっております。あじゃあこれ申し込みいるんですか。いりますね、うん、これじゃあ受付の開始がこの10月21日土曜日の受付開始が12時半から、受付をするとっていうことですかね。であ参加を申し込みはその家族対抗裸足運動会の公式ウェブサイトからですね、はい、その参加申し込みできますし、またですねこの裸足運動会のチラシがあるんですけども、この裏面にファックス用申し込み書っていうのがありますので、そちらでもお申し込みできるということでございます。わかりました、うん、はい、じゃあ裸足運動会in宜野湾10月21日土曜日ですね。はい、13時から15時です。はい、でこの同時にキッズウォータープログラムという、子どもと遊ぶ、なんかライフセーバーが指導してくれるプログラムもあるということでございますので、はい、こちらを泳げる格好で参加してくださいということです。はい、夏をギリギリまで満喫ですね10月21日でも別にね、夏ですもんね。そうですね、散歩日無料でこんなに楽しめるんだ。いいですね。予定のない人はぜひ裸足運動会っていうのがあります。ぜひ遊びに来てください。お願いします。さあそれでは1曲いきましょう。急に止まるからびっくり。いやじゃあもういやくしゃみがやばいと思って。マイク切れたかなと思って。いやくしゃみがやばいと思ったからこうやって。くしゃみ。人生送りバントさんだ。あレディーガガですか。自分のレディーガガですかって何がですか。そのサングラススタイルがちょっと。レディーガガってこんな格好してました。自分のご褒美は給料日にオリオンビールケースで買うことです。ケースで買ってその場でどのぐらいのもんですか。右側の方はオレンジジュース 100% 好きな方で常温を普通に飲める方ですよね。そうです。
東さんのご褒美聞いてないです。あ、ご褒美ね。2、3ケース、1日4、5本。あ、あ、またこれか。はい、始まります。サザンブリーズお送りしてきました、はい、あと残り少しですけどもね、今日はご褒美というテーマで、はい、ツイキャス来てますね、はい、いただいてますね。人生送りバントさん、はい、ご褒美は給料日にオリオンビールをケースで買うことです。2、3ケース3円でまとめ買いしますと、うん、1日 4,5 本ぐらい飲んでますので、うん、すごい 4,5 本、まあ、飲むんか。私ケースで買っちゃったらもう飲んでしまうから、うん、1本1本買います。飲んでしまうから。そんなに飲むんですね。いやいや、あればあるだけ飲むみたいな今。そうですよね、今の言い方。いや、そんなに飲まない。あったらもう飲んでしまうんでね。手の震えが止まらないんでみたいなぐらいの感じでしたね。いやいや、そんなには飲まないんですけど、あ、いいですね。ビール美味しいですよね。 あんまし、ビールあんましなんですよ、ね、ああ、よりはオレンジジュース。オレンジジュース。そう、お子ちゃま、お子さんと人生送りバントさん、右側の人オレンジジュース 100% 好きな方で、常温普通に飲める方ですよね。そうですよ、オレンジジュース大好きですよ。人生送りバントさんは100、あの、オレンジジュース常温でなんか飲めないっていうことで言いたそうな感じで、ね、そうですよね。オレンジジュースも好きじゃないみたいな。ご褒美、やっとバイトの給料来て、ああ、焼肉という自分のご褒美をという。焼肉ね、それ分かります。やっぱりお給料とかもらったらちょっとご褒美、今月頑張った分でなんかこう買ったりとか食べに行ったりとかっていうのはしたりしますよね。やっぱりね、パッと食べに行きたいです ね、 ね、いいな、はい、本当にお腹減ってきました。いいな。はい、はい、あ、東さんのご褒美聞いてないですね。ご褒美なんだろうな。いや、言うてみ、いやいや、言うてみて。いや、でも、まあ、やっぱりみんな今出してみんなね、皆さん言ってますけど、やっぱりご飯を食べることはね、はいはい、やっぱもう幸せじゃないですか。幸せですね。なんだかんだ言って、はい、もうだからでもね、でも毎日毎日なんかね、いっぱいあのご飯を食べてるんで、もう毎日ご褒美もらってみたいなもんですよ、はい、自分の中で。あれ、特別なご飯とかはないんですか。いや、そこまでそんなにないですね。もうこれ食べたいと思ったら食べるんで、あ、もうすぐ我慢せずに、はい、よし、今日はこれ、今日はこれ。ああ、それもいいですよね、うんうんうん、でもなんかほら、あそこのあれが食べたいみたいなあるじゃないですか。ありますね、ちょっと遠くてみたいな。いいですね。ちょっと食べに行きたいね。ね。はい、おー、ありがとうございます。そうか、たくさんいただいております。はい、うん、なんか最近美味しかったのなんかあるかな。なんだろうな。美味しかったのなんだろうなって。いや、なんだろう、でもやっぱり焼肉食べたいな、ステーキ食べたいな、食べたいな、それやっぱりご褒美になりますね。もうダメ、お腹減って放送したらこんな放送になりますよ。そうそう、本当にずっとこんなんで言ってダメダメ、もう何食べたいって。はい、じゃあそろそろね、時間となりました。はい、なんかちょっとね、このブースも暗くなってきて、もう本当にもう終わるよみたいな感じ、すごい暗くなって、はい、今日はありがとうございました。はい、風向きのワンからサザンブリーズをお送りしました。お相手はユキと東でした。はい、ではまた来週。ありがとうございます。
明日あたりご褒美餃子でも作ろうかな。ではお疲れ様だな。餃子もええわ。やっぱり遊泳もう止まって閉めたらこういう感じで、ね、しまいおしまいみたいな。あ、そうです。僕はカシスオレンジばっかりですよ、飲むの。ああ本当にありがとうございます。あ、楽しかったです。ありがとうございます。よかったもうお腹減っている二人が放送しているお腹すいた。お腹すいた。じゃあ終了します。